草の湯は岩手県八幡平市にあるの湯。草の湯は八幡平の登山コースのうち、草の湯コースの途中にあるの湯である。透明な湯が2から3の湯船を満たして溢れ出ており、周囲には大量の白い湯花がペンキを塗りたくったように付着している。温泉は岩の間からコンコンと湧いている。温泉に入ると、そこに堆積している湯花が舞い上がり、湯は白濁する。 湯温は低いので、夏季の利用が良いと思われる。近くを流れる知恵の沢の川も上流にある温泉のためすっぱく酸性を帯びており、陰用には向かない。知恵の沢の下流には他にも温泉が湧いている場所があり、通称、新草の湯などと呼ばれている。新草の湯への道はやや傾斜がきついやの山道となっている。の湯へは、八幡大師 谷川牧場の南西にある八万体登山道草の湯行水入り口から約30分程度徒歩で移動したところにある。途中に湿原地帯があり、かなり抜かる道を通る。温泉は知恵の沢の川の近くにあり、周囲には硫黄の匂いが広がっている。草の湯からさらに登山道をたどると、次第に青森と土松が多くなり、倉方沢の石が多い川を越え、 高山植物が咲き誇る高原につく、高原の湿地帯にある案内板がある十字路を左に進むと八幡大山頂である。ありがとうございます。